ということで、この番組はスロッターにとってはたまらない瞬間を時期に撮影いたしまして、オリジナルクオカードとともに皆様にお届けする番組でございます。はい、月一のたまちゃん、月一のマリアちゃん、今日もよろしく。たまちゃんお誕生日おめでとうございます。 ありがとう2日前かな、2日前です。2日前おめでとうございます。もう忘れちゃってた、ね、もう忘れちゃってた。早いよ、大人になっちゃった。大人ですね、いい大人ですね、私たちもね、はい、本当だねということで、まあ、毎回5つのミッション達成を目指しておりまして、5つのミッションのハイとローを朝決めたいと思います。はい、はい、もうさ、誕生日バージョンでさ、あ、誕生日バージョンで誰もよかったね、良くないみたいな本当だね、それ言ったよね、ちょっと交渉しよう。で、本当に、あ、でもまあ、とりあえずはなんか一番、え、まあ、なんでもちょっと上乗せかあれでしょ、一番ゆるいじゃないけど、なんか責任ないやつ責任あるけど、じゃあこちらで、はい、上乗せゲーム数ですね。いいの引きました、50ゲームです。これは、あ、いけるとか言わんとこ、そう、これね、あのね、いいの引いたんだけど、いけるかどうか別の話なんだよね。なんか過去を見返すと、本当に50ゲームにめちゃめちゃ苦戦してる回いっぱいありましたから、はい、ちょっとね、50かだね50でもちょっとなって感じですけど、え、じゃあどうする、あ、いい、じゃあ一撃で、うん、おう嫌なやつ残して行きますね、サクサクと。一撃獲得枚数が、これ甘くなったんだよね、上が甘くなったから下が多分線があれなのかな、あ、まあ乾燥だ、2400枚、そうですね、6号機だと乾燥、ロー、はい、これハイっていう、ハイですね、これは赤文字じゃないので、せーの、ドン、赤くない気がするな、赤くないんじゃない、残念、行っとく、うん、ありがとう、はい、来た、素晴らしい、なんでもこれは本当に、これはね、絶対達成できる、行けるやつだよね、行きます、難しい、せーの、せーの、どう、はい、せーの、どう、あー、あ、低い方だ、行った、4096分の1、ということで、いいんじゃないでしょうか。ちょっとさ、私凱旋行こうかなって思ってて、ちょっと今言っちゃうんだけど、あ、まあ、ありだよね。そうで、でもさ、フラグを何でもってなると何なの、 G ストップでいいの、でもあれ赤、あ、でも赤7引いて、赤だったこれ、まあこれだったら凱旋行くか、か、まあ、サマエも目指しやすい、まあ、出たらだけど、そうそうそうね、一撃獲得も目指しやすいかな、それで卒業する、私凱旋しよっか、うん、で今日卒業式やる、卒業式やろということで、まあ、ミッションもね、目指せるところにあるんじゃないかなと思いますので、うん、今日も一日よろしくお願いします、お願いします。おはようございます、お願いします、おはようございます。なんで誰も行かないの、逆に本当にすごい前日見れるのかな、見れない、見れないのか、前日出てないやつの方がいいですかね、関係ないか、リセットかかってそうなやつにしよう、じゃあ前日出てるやつがいいね、何でもいいよね、何でもいいっちゃ何でもいいけど、何でもいいから迷うよね。あ、前日出てる、でも初当たりも早めっちゃ早めなのかな、じゃあこれにする、まあでも隣で行きましょうか、こっちにします、全然天井行ってるけど、では本日はなんとたまらんで
初めてなんですよね、意外にもね。凱旋の方を触っていきたいと思います。まあ、今日のミッションだったら凱旋で全部いけそうだし。いけるよね、いけるよね、もうバッチリでもね、私ね、凱旋を打たない理由があるのよ。何何、マジで苦手なのなんかイメージないもんねイメージない、本当に本当苦手なの。でもなんか逆に今日はみたいな、苦手ないよ、ないねないねだから苦手っていうからね、なんかね、今日はとかないよね。ゴッド引いても、うん、結局本当5セットで終わる、終わるね、あっても1セット上乗せとか、うんうん、でSGG の EX は代打でしか引いてないない、同じく同じく同じくですということで、はい、私もスタートします。上手い人ってやっぱりね、ゴッドをめちゃめちゃ引くのよ。そうだね、私は引けない人間だからでもね、話を聞くとそのまんまいたしましたとか、うんうん、ゴッドからじゃないって。あ、違うんだ、赤棚からだよ。ああ、なるほどな、うん、で私はね、コットの引き方を最近なんとなく分かってきて、うん、本当にそっと向くな、ほう自分のここ見ない、もうずっとこっち見るぐらいな。ああ、よそ見、そうそう、よそ見ない方でコットが引けることが分かった。確かに無心だからじゃない。そう、無欲、それで1日2回とか引いてる。でもゴッド引いたらもうフラグもバッチリだし、乗せもバッチリ。もうサイチ天国、マジやリセットかかってんのかな、なんかリセットっぽい。早い早い、投資が3本の39ゲームか早いっす、なんかめっちゃびっくりしたよ、ま、いや私が一番びっくりしたよ、ね、じゃあいきますねこれで1個でも乗せることができたらって、継続したら50乗せも OK です。そうか、50乗せ1セット、1セット、はい、これは万枚出るんじゃないかこんな朝からでも当たる、お、当たった、あ、当たってた、早い、すごいすごいこんなこと今のかつてないよ、ないない全くない、そんなことない、日本で当たりました、40ゲームタマちゃんとほぼ一緒のゲームです。そうなんです、さあ白ですけれども、もう天国からだから、もしかしたらね、あるかもしれない、ね、あるかもしれない、
かどうの方が。そうだね、頑張るな。今、一撃まず2400枚目でしょ。そうだそうだそうだ。こっからさあラスト少ない232枚で終了です。Ni
でリプさんで300ゲームで、しかもちょうど今クレジットこの分で追加投資になるところ行きましょう。たまらん瞬間でいいと思うんだけどな。ただこれは特化ゾーンではなくチャンスゾーンなので、このね、さっき言った打法っていうのがあるんですけど、実際やるとなんか恥ずかしいですね。もうね、ポンポンみたいなやつなんですよ。ポンポンポンみたいな、うわーやめてほしい。あ、でも意外にいけるかもしれない、この打法。はい、かがみ、真面目に打とう。よし、 S でもでもよし、 S でいいと。あーデビはめっちゃ綺麗なんだけど、めっちゃ S きますね。まあ、ただリプレイをしているっていうぐらい。ああ、まあでもさっきも言ったように、一応リプさんから言ってるので、このまま行っちゃいましょう。ヘックショーいけたいけたいけた。さあここですね、ロンドンアタック。このカバンの色、ここでレア役を連打しないと。あー、行ってしまいました。攻めて攻めて攻めて。